はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は機動戦士ガンダムアーセナルベース久々にやっていきましょう。もうシーズン2の方に入りましたんで、私の方もまあ少し前に遊んだんですけど、ようやく収録テンポの方移動して遊んできました。新規参戦としてはガンダム00からの参戦だったり、機動戦士ガンダム08招待だったり、あとゼータガンダムだったり参戦してるんで、まあその辺ね、カード手に入れて遊んでいきたいと思います。でまずはちょっとカード購入モードでいろいろ買ってきましたんで、まあその中でちょっとデッキ組んでいこうかなと思います。まあまだそんなにプレイもしてないですし、であとカード自体もそんなにまだ購入できてないんで、あそんなカード使うのとかあるかもしれないんですけど、とりあえず手持ちの中でやりくりしていきたいと思います。また新しいの手に入ればもちろんどんどんそれを入れていきたいと思います。であと私の方シーズン1でもある程度、まあ、デッキ作ってあったんですけど、それはもう今回一切使いません。私飽き性なんで、シーズン2の方で手に入れたカードのみでちょっと使っていこうかなと思ってます。まあ、新しいアビリティとかもあるってことで、まあ、そこも気になってるので、まあ、そうした方が見せられる部分もあるんじゃないかなと思ってやっていきたいと思います。あと新アビリティとしてはトランザムがあったり、他にも奇襲があったりで、あと爆撃ってやつだったかな、相手の動きを止めるみたいなものもありますんで、まあその辺ちょっと生かすチャンスがあったらちょっと頑張って使ってみたいと思います。またそういうね、機体が手に入ってなければダメなんで、まあ、最低限アビリティ持ってるやつなんか手に入れてちょっと1戦2戦取ってみたいなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。スタートです。さあそれではマッチングしました。一応音声の方はその時試合の時に私がちょっと小声でボソボソ喋って収録したやつを再収録してるような感じになります。さあ対戦の方はまたランク戻ったんですね。リセットみたいな感じになってます ね。お互い同じぐらいのレベルとランクです。まあ、レベルはあっちの方が高いか。それではやっていきましょう。久々のアーセナルベースだな。ちょっとドキドキする。初めて編成するデッキで戦うからね、ちょっと手探りです。さあ我々の実力を見せつけて、もうガンガン攻めてみよう。まずはちょっとわからんことだらけだから。さあ手に入れたグラハムさんと、フラッグの方ちょっと使っていきたいと思います。新アビリティの奇襲をどこで使うのかちょっとね、見せられりゃいいなと思います。ソーマビーリ勝利出ます。さあどんどん出してるぞ。で敵側の方はガンダムジャスティスナイト、見たことないパイロットですね。でこちら新作戦カード変形戦術、上限超えないようにはなってますけど、コストを8回復させられるってことで、これは大きいですよね。ただ、この作戦カードコスト2枠使っちゃうんですよね。他の作戦カードが使えなくなる。さあ今んとこあっちのジャスティスナイトは抑え込めてるから大丈夫かな。こっちに防衛も出したし、これでまあ多分大丈夫でしょう。逆サイドでフルフロンタルの制圧か。移動させた方がいいかな、ここは。さあジャスティスナイトはもう消えたので、こういった防衛移動させましょう。よし行くぞ。今回ロックオンも手に入ったし、まあうまいことね、ちょっとあと機体が出ればよかったんですけど、とりあえず遠距離攻撃の高めな陸戦ガンダムのジムヘッドの方使ってます。で遠距離攻撃高かったんで、とりあえずこの組み合わせで一旦これで様子見てみようということでこれにしちゃいます。コストも安いですしね。何このプレッシャーは。さあここで奇襲使っていきましょう。うまくいけるかな。こんな感じね。まあまあよく入るんだな。さらに右の方からどんどん制圧が来てるけど、まあ大丈夫ですね。一番ちょっと手に入って嬉しかったカミーユ、そしてマーク2。この組み合わせどれぐらい火力出るのかな。おおすごいすごいダメージだな。なんて火力なんだ。すげえ、手に入れた中で一番良さそうな制圧だなとは思ったけど、すごい火力だわ。ゼータが出てないからな。ゼータ乗ったらもっといい感じになるのかな。まあ、とりあえずマーク2でちょっと運用してますけどね。
あら、もう試合決まった。圧勝ですね。いや、幸先いいぞ。はい、というわけで、まあ、1戦目終わりましたね。ちょっとカード購入モードでもうちょっと購入してから、次の試合行きたいと思います。本当に排除しなければいけないのは地球の重さと大きさを想像できないあなたたちです。我々の戦力が上回っています。さあ、それではカード購入モードも終わりましたね。2戦目いきましょう。ノリスとシャーザク手に入りました。爆撃使えるようになってるんで、これをちょっと試しにね、使っていきたい。さあ、それではカード購入モードで手に入れたノリス、そして1戦目あまり活躍させられなかったアルティメットレアの白はまだイズエイトペアをね、ちょっと使っていきましょう。本当はね、ノリスさんね、グーカスタム乗せたかったんですけどね、シャーザク当たったんで、シャーザク見たらね、爆撃持ってましたんで使っていきたいという感じです。すぐに出る。当たったら入れ替えてやりてえな。多分シロアマダだけでもガエリオシナンジュは抑えられそうですけど、ちょっとは新アビリティ見たいのでやってみましょう。さあ、使っていこう。これ使ってスタンさせられりゃね、ちょっと素早く落とせるような気がするんで、どれぐらいしっかりやれるのか。ダメージもまあまあ入りますね。さあ、そしてコスト回復させて右の方押さえておきましょう。やっちまえってさ。行こうか。これで十分制圧は撃破可能だし、あとはグラハムさんをどうするかだな。右から殲滅出てくるようならグラハムさん投入するか。左に来たな。じゃあ一旦左で全員でボコボコにするか。よっしゃ、シナンジュ消えた。バースにも弱体化入って弱くなってるって聞いてて、あんまり使ってる人いませんでしたからね。さすがに1対3ならこれはすぐ倒せそうですね。おお、早いな。ブラック接近が早い。一気に距離詰めたな。さあ、このまま優勢のまま押し切れそう。おっと、防衛までできた。これは右の方から出そうかな。カミーユ投入で良さそうですね。火力も高かったからね、1戦目俺いつの間にか拠点壊してたからびっくりしたもん。で、もう本拠点殴りに行ってるみたいな感じだったから。敵の攻撃に備えてください。さあ、ここはしっかり OK。 今日は調子いいな。まだ収録しに来てここで一度もまだミスってないぞ。さあ、ノリスさん1ポイントまあまああるからいけるかなと思ったけど、ダメでしたね。落ちちゃった。さあ、逆サイド、そのままカミユ投入。防衛に行くことはないでしょう。多分大丈夫だと思う。このまま押し切ってみましょう。もしこっちに防衛をよこしたら、その時はグラハムさんの奇襲でこっちに移動して攻撃かければいい。さあ、落としてやるぜ。さあ、1戦目同様、しっかり火力が出てくれるかな。どうだ。結構やっぱダメージ通るな。すごい、いいキャラといい機体だ。さあ、右の方ガエリオで撃破しに来たな、マッツを。敵拠点の損傷が拡大。ちょっと様子見だな。あー、奇襲させたかったけどやられちゃったか。決心がつきました。うーん、カミーユちょっと救出したいからノリスを送って、まあ、うまくやれれば爆撃で動き止めるってのも手だしな。敵拠点撃破を確認。おっと、カミは破壊した。これで一気に拠点行けますね。敵拠点への攻撃を開始しました。これならまあまあ爆撃使わなくても大丈夫か。で、様子を見よう。さあ、左サイドの方も防衛これで消えたんで安心です。邪魔するやつは全部敵だ。このジムヘッドやっぱ移動がちょっと遅いな。そこだけちょっと難点だな。ここは一発もらっちゃいますけど、まあ大丈夫でしょう。
こちらの拠点が攻撃を受けた。敵に集中する。運動は任せたぞ、ハロー。このまま遊びでやってるんじゃないんだよ。さあ、神を頼むぜ。効果的な一撃を狙いましょう。さあ、カミュー、本拠点も蹴っ飛ばしてくれ。お前の蹴りを。まあ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 、ダメージなかなか削れてる削れてる。いい感じで削れてるぞ。さあ、シロンの造影も出していこう。さあ、カミューはここで一旦撤退。まあ、好きやらばもう一回カミュー投入すればいいだけだな。私もモビルスーツで出撃。一旦奥の方にちょっと押し込んでおきたいね。ということはない。教えてやります。ノリスにもうちょっと粘っててほしい。そこは左サイドの制圧はこれで殲滅。反射神経だけは。まずは雰囲気もう一回。押し動きは止まった。少しでも粘ってもらおう。さあ、グラハムさんも投入。さあ、出るぞ。覚悟しろよ。敵を誘導してくるかな。敵側はとりあえず今んとこ大丈夫だな。エネルギー出力を全開に引き上げます。ちょっと押し込むような形でこれでいいかな。パーセント的にはまあまあ離れてるし、好きやらばカミューで落としに行くもよし、カミュー出して殲滅を奥に押し込んでおくのもいいな。あとは守りきるかって戦い方でもうまそう。さあ、グラハムさん消えましたが、これでカミュー投入。さあ、殲滅を奥に押し込んでおきましょう。これで粘れるはずなんで。さあ、防衛も出てきたけど大丈夫。あくまでこのパーセントを保てばいいです。さあ、ロックオンのジムヘッド。完璧ですね。どんどん火力出してくれよ。あら、あんまりダメージなかったな。さあ、この攻撃よく考えたら全然使ったことないからやってみよう。さあ、敵の戦術技か。これはどうだろうな。一応防衛間に合ってるけどもないな。ヒットポイントは、あ、壊された。左サイドは破壊された。でも攻撃当たってくれればどうだ。あー、すごいすごいすごい着弾してるな。よし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 、これで制圧はいないし大丈夫。もしバルバトス出てきてもそちらにまあロックを回せば済むな。もし大丈夫大丈夫、出てきたなら回そう。戦術技で倒してしまえばいいかな。そしたら多分もうこちらのパーセント削れるやつは全然いないから、残りの秒数ならノイスも次に入れてば、突撃で動きを止めれればなお最高。わずかなパーセントも削らせたくない。はい、バルバトス、これは外したかな。さあ、しかしちゃんと防衛は間に合ってると思うので火力は出ないでしょう。敵の攻撃に備えてください。完璧ですね。そろそろ消え、はい、大丈夫ですね。よし、ここはロックオンして、そのまま制圧消えてもらいましょう。大丈夫、守りきれる。効果的な一撃を狙いましょう。完璧ですね。さあ、どうだ。よし、十分十分。よし、これはもう大丈夫ですね。勝ちました。カミューが十分足止めしてくれましたんでね。戦力もさあ、最後砲撃威力まあまああったからね。すぐ着弾しないとこあれだけど、どうだ。よし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 、いい感じの範囲攻撃が入った。撃破できた。はい、試合終了だな。 OK、完全に敵をね、本拠点にちょっと釘付けにした感じにしました。その間に制圧を料理して勝利。
はい、それではね、試合の方終わりました。初めてねシーズン2の方のデッキ組んでみて、まあ使ってみたという感じで、もうちょっとね機体揃ったらまた更新かけてって、少しずつシーズン2用のデッキ組めるようにねしていきたいと思います。はい、というわけで今回はここまで。皆さん、アーセナルベース気になる方はね、ぜひゲームセンターで遊んでみてはいかがでしょうか。すごい楽しいゲームなんでやってみてください。それでは失礼します。